はい、ナオスです。今回紹介するのはレゴシティのモダンハウスと電気自動車60398です。袋は6でパーツは462個、シールシートが1枚で説明書が3冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグは3体です。男の子、上半身パーツ、新パーツでこのセットにしか付いてません。ステゴサウルス的な恐竜のプリントかなと思いますけど、可愛らしいんじゃないかなと思います。顔はこの一つだけです。おそらくさっきの男の子のお父さんじゃないかなと思います。上半身はこれも新パーツでこのセットにしか付いてません。まあどっかで見たような気もしないでもないですけどね。顔はこの一つだけです。で、おそらく男の子のお母さんだと思います。上半身に関してはこれよく見かけるパーツじゃないかなと思いますね。パターンがね、すごく可愛らしいですよね。顔はこの一つだけです。あと動物として子犬がついてます。これ今年の新パーツになってますね。可愛らしいですよね。稼働する部分は特にありません。次にサッカーセット見ていきましょう。ボールはこんな感じです。全部白ではあるんですけど、よく見ると五角形六角形の、溝がね見えると思います。結構細かくできてていいですね。それとゴールです。ミニフィグと比べるとこれくらいのサイズ感になります。まあ家用の小さなゴールといった感じかなと思います。でこれプレートの上に乗ってますんで、ボール転がったとしてもこうやって中に入っていかないんですよね。なのでこんな風に、プレートから外してあげればこうやって中に入れて遊ぶことができるかなと思います。こっちの方が僕は好きかなと思いましたね。あとこんな風にプレートを置いてこうやってね、勢いよく手で入れて遊んでもいいのかなと思いました。次に車両を見ていきましょう。設定では電気自動車ということで、なんとなくカラーリングがそれっぽいなと思いますね。フロント周り、まあ通常の車両であればグリルのところがクリアパーツになってます。全部がライトをイメージしてるのか、真ん中が、装飾っぽいね、パーツをイメージしてるのかちょっとわからないんですけど、ただバー型ライトみたいな感じではないので、しっかりレゴっぽくて個人的にはいいなと思いました。で、サイドミラーついてるのいいなと思いますし、シルエットが、まあ、ただのコンパクトカーという感じがしないんですよね。フロントの形状がちょっと独特なのと、後ろのこの辺りかな、ちょっとわからないんですけど、結構ね、かっこいいなと思いました。で、ルーフを外すことができます。
で中にはハンドルパーツが1つ、それから背もたれパーツが1つですね。シートは1人分ということで、ここにミニフィグ座らせていくとこうなります。両サイド L 字になってるので手を下ろせるのでいいですよね。でこの状態でもちろんルーフを戻すことができるようになってます。はい、前から見るとこんな感じ、しっかり顔確認できますね。であんまり前にやると紙パーツがルーフに当たる仕様になってました。それとリア周り、ここもフロントと一緒で真ん中もクリアパーツになってますよね。全部がテールランプということなのかな、その辺ねちょっと分かりませんけど、これも珍しい仕様じゃないかなと思います。ナンバープレートシールですね。はい、ということで走らせるとこんな風になりますね。これだけでもね結構楽しめるんじゃないかなと思います。そしてモダンハスです。いいですよね。ミニフィグと比べるとこれくらいの大きさになってます。ちょうどいい大きさですよね。これくらいの家のセットというとやっぱりレゴクリエイターをイメージされる方多いかなと思います。レゴシティでこういう家が出てくるのあんまりないかなと思うんですけど、まあ、本当にちょうどよくて遊びやすい大きさだと思いますんで、まあ、できればねシリーズ化していただいて、同じようなね、色こんなバージョンの家をこう並べて遊べるようになるとすごくいいなと個人的には思いました。で建物の構造としては、手前のこの黒いフレームのところ、これがダイニング付きサンルームということになってます。これむちゃくちゃ暑そうですよね。で横の方にあるここの部分、これが駐車スペースになってて、で、建物自体はここですよね。2階建てになってます。ではまず出前側駐車場から見ていきます。道路プレートついてるのは嬉しいですよね。で奥の方には充電設備もちゃんとついてるということで、いい感じじゃないかなと思います。ということでここに止めていきましょう。スロープパーツもありますんで、すごくスムーズに止めることができますね。で一番後ろ、車輪止めっぽい段差があるんですよね。なので奥までガチッとね、入れることができます。これいいなと思いました。で幅としてはまあ一応ギリギリではあるんですけど、まあそんなに入れにくいという感じはしないですね。すごく遊びやすいと思います。で建物の充電設備なんですけど、電池のプリントパーツということで、まあ最近よく見かけますけど、こういうのがついてるの嬉しいですよね。で車両側というと、ここで充電するという設定になってますんで、さっきのバック駐車ではなくて、フロントからこうやってね、止めてあげるといいかなと思います。でもちろんこの状態でこんな感じでね、取り付けて充電してもいいんですけど、ちょっと見にくいですよね。ということで実はこのルーフ部分をカパッと外せるようになってます。そうすると上からこうやってねパーツ取り付けることができますんで、これかなり見やすくて遊びやすい仕様じゃないかなと思いました。まあ、葉っぱついてますけど、網網パーツなんで、そんなに中が暗くならないっていうのがいいなと思いますね。続いてこちら側、ダイニング付きサンルームを見ていきましょう。その手前、花壇があるのもいいですよね。これなんですけど、三角屋根になってて、こうやってね、上の窓を開けられるようになってます。なかなかいい仕様じゃないかなと思います。奥には、植物も見えますけど、この三角屋根自体をこうやって簡単に外せるようになってます。これもね、遊びやすい仕様ですね。で中はこんな感じです。奥にあるのはこれトマトでしょうかね。これねよくできてますよね。でその隣にある木箱の中には人参、あとこっちはこんな感じの大根かな、ちょっとわかりませんけど作物がいっぱいあります。いいですね。でその手前ダイニングスペースということで、こんな感じ3体立たせたり座らせたりすることができるんですよね。これなかなかいいですよね。上も空いてるんで、上からこうやってね入れることもできますんで、まあまあ遊びやすいのかなと思いました。ちなみにこのサンルーム、母屋から全体を外すことができるんですね。で前の花壇も別にすることができますんで、まあ、例えばこれ別のところをこうやって置いて、花壇をこっちにセットするとか、こういう遊び方も可能です。では母屋見ていきましょう。エントランスいい感じですよね。ひさしもちゃんと出てます。でここをこうやって開けることができます。で中なんですが、少し薄暗いですよね。奥の方にもちゃんとねいろいろあるんですけど見えづらいです。でも上をガパッと外せますんで、これで中しっかり明るくすることができます。これ嬉しいですね。で玄関入って左手の方にあるのはキッチンですね。一番奥にあるのは冷蔵庫ですね。扉にいろいろついてるのがすごく冷蔵庫らしいなと思いました。で扉開けると中はこんな感じ、3段になってて、一番下に牛乳でしょうかね、が入ってます。でこれ3段あるんですけど、これで1つのパーツなんですよね。今年の新パーツで、シティではこのセットにしかついてないので、これはね嬉しいパーツじゃないかなと思います。閉めるとこんな感じですね。で冷蔵庫の上にはもう一つボックスがあって、開けると中にはコップが置いてあるんですね。まあ戸棚といったところかなと思います。こういうところ細かいですね。
冷蔵庫の隣シンクがあって、蛇口がついてるのと、その上、鍋とかフライパンがついてます。この辺も細かくできてますよね。で、手前の方には IH のコンロがついてます。これシールになってます。プリントパーツだったら嬉しかったですね。その下にあるのは、犬用の、水、それから、餌という感じかなと思います。で、キッチンの向かいにはソファーがありますんで、こうやって座らせることができますね。その横のこの丸クッションっぽいのは多分犬のスペースじゃないかなと思いますけど、間違えてたらごめんなさい。で、キッチンの裏側バスルームになってます。トイレがあって、ちゃんとね、便座のところ穴開いてるんですよね。中身は特にありません。その後ろ絵とか、あとまあ戸棚みたいなのもありますけど、これシールになってます。こういうのあるだけでだいぶ雰囲気変わりますよね。ということで、便座に座らせると、よいしょ、こんな感じになりますね。かなりそれっぽいですよね。で、その隣シャワースペースということで、ここにこうやってね、立たせてシャワー浴びさせてもいいですよね。それから2階部分はベッドルームということで、両サイドにベッドがありますね。で、この屋根、三角屋根なんですけど、ガパッと開けることができます。これは遊びやすいですよね。まずはこっち側、青いベッドですけど、結構ね、大きなベッドになってます。ちゃんと枕2つありますんで、ここにこんな感じでね、2人寝かせることができます。これいいですよね。手前にはスマホ、プリントパーツのやつありますし、奥には棚があって、まあ、サボテンとかかな、置いてあるんですよね。結構細かくできてるなと思います。で、反対側にあるのが子供部屋ということで、ここに男の子をこうやって寝かせて遊ぶことができますね。手前の方にはコントローラーのプリントパーツあるので、奥では多分ゲームをやってるという設定なのかなと思います。こっちはシールになってます。枕元にはなんかね、キラキラの、まあ子供用のものかな、キラキラのものが置いてあります。あと、このセットには付いてないんですけど、大きな道路プレートとかこういうプレートとかね、こういうのと一緒に遊ぶとかなりそれっぽくていいのかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。遊びやすく作られてると思いますし、シンプルな家なので他のセットとも合わせやすいセットになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツは462個です。以上、レゴシティのモダンハウスと電気自動車60398を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。